モスクワで開催されたアメリカ博覧会にて、ソ連第一初期に聞いたフルシチョフと、米副大統領、リチャード・ニクソンが、共産主義と、資本主義の利点について論争している様子。トーマス・ JO、ハロラン撮影。アメリカ議会図書館所蔵。博覧会会場内に建てられた、モデルハウスの台所で議論するニクソンと、フルシチョフ台所論争は、 1959年7月24日、モスクワのソコーリニキ公園で開催されたアメリカ博覧会のオープニングで、リチャード・ニクソン米副大統領とニキータ・フルシチョフソ連第一書記の間で通訳を介して行われた即興の論争である。博覧会会場に建てられたモデルハウスの台所で討論が行われたことから、この名前で呼ばれる。キッチン討論と訳されることもある。 このモデルハウスについてはアメリカの出店業者がアメリカ人なら誰でも買えると歌っていた。モデルハウスの中には資本主義アメリカの消費市場の成果を象徴する省力化と娯楽のための様々な装置が並んでいた。討論の様子はカラーのビデオテープに収録されており、ニクソンは討論でこのことにも言及していた。この様子はその後両国で放送された。 1959年、ソビエト連邦とアメリカ合衆国は、相互の理解を深めるための文化交流として、お互いの国で博覧会を開催することで合意した。これは1958年の米ソ文化協定の結果である。1959年6月にニューヨークでソ連の博覧会が始まり、その翌月、モスクワで開幕するアメリカの博覧会に、 ニクソン副大統領が参加した。ニクソンはソ連のフルシチョフ第一書記とともに博覧会を見学した。博覧会では450以上のアメリカ企業が提供した展示品や消費材が展示されていた。博覧会の目玉は3万平方フィートの施設に科学技術受験を収容したジオデシックドームだった。このドームは博覧会の終了後に ソビエト政府が購入した。後にコラムニストとなるウィリアム・サファイアはこの博覧会の広報担当を務めていた。サファイアの話によると台所論争は会場内のいくつかの場所で行われたが主にモデルハウスの台所で行われたという。これは1959年の博覧会期間中にニクソンとフルシチョフの間で行われた4回の 会談のうちの一回だった。ニクソンはアイゼンハワー大統領の弟でジョンズ・ホプキンス大学前学長のミルトン・ S ・アイゼンハワーを伴っていた。フルシチョフはクレムジンでのニクソンとの最初の会談でアメリカ議会が可決した囚われた国決議に抗議し、ニクソンに不意打ちを食わせた。この決議は囚われた東欧諸国の国民をソ連が支配していることを非難し、 その人たちのために祈る、要アメリカ国民に呼びかけたものである。フルシチョフは、アメリカ議会の行動に抗議した後、アメリカの新技術を否定し、数年後にはソ連がアメリカと同じものをすべて手に入れ、アメリカを凌駕して、売買ということになるだろうと宣言した。フルシチョフは、アメリカの大規模なガジェットを批判した。フルシチョフは、風刺的に、 食べ物を口に入れて飲み込ませる機会はないのかとニクソンに質問した。ニクソンは少なくとも競争は軍事的なものではなく技術的なものだと答えた。両者はアメリカとソ連が合意の領域を模索すべきだという点で一致した。2回目の会談は博覧会会場内のテレビスタジオで行われた。その最後にフルシチョフはこの会談で言ったことはべて英語に翻訳して、 アメリカで放送されるべきだと述べた。ニクソンは確かにそのようにします。私の発言はすべてロシア語に翻訳されソ連全土に放送されるべきです。これで公正な取引になりますと答えた。フルシチョフはこの提案を受けて精力的に握手を交わした。ニクソンはアメリカ人は新しい技術を利用するために建設したと主張し、フルシチョフはソビエトは 将来の世代のために建設したと主張して共産主義を擁護した。フルシチョフはこれがアメリカの能力だとして彼女は何年存在していたのだろう。300年独立して150年これが彼女のレベルだ。我々はまだ42年には達していないがあと7年もすればアメリカのレベルに達しその後はもっと遠くに行くだろうと述べた。サファイアは この場に同席していたレオーニード・ブレジネフがサファイアによる写真撮影を妨害しようとしたと述べた。3回目の会談は食器洗い機、冷蔵庫、レンジを備えたモデルハウスのキッチン内で行われた。このモデルハウスは典型的なアメリカ人労働者が買える1万4千ドルの家をイメージして設計されており、これを元にして安価なプレハブ住宅、ライスラマが作られた。 1959年7月25日、アメリカの3大テレビネットワークで台所論争の様子が放送された。ニクソンとフルシチョフはベソで同時に放送することで合意していたため、ソ連政府はソ連の放送準備が整うまでテープの公開を控えるようアメリカに迫っていた。しかし、アメリカのテレビネットワークは放送が遅れるとニュースの即時性が失われると考えていた。 ソ連では7月27日にモスクワテレビで放送されたが夜遅くであり、しかもニクソンの発言は部分的にしか翻訳されていなかった。アメリカ国内の反応は様々だった。ニューヨークタイムズ紙は東西の溝を強調したが実質的な問題とはほとんど関係のないやりとりだとして政治的な煽りだと評した。ニューヨークタイムズ紙はまたこの論争の後、 世論は分裂しているように見えると報じた。一方、タイム氏は平和的な成果を誇り、その生き方に自信を持ち、脅威の下での権力に自信を持っている国民性を独自の方法で体現したとニクソンを称賛した。ニクソンが人気を博したのは、この会談が非公式なものだったためであり、それまでのニクソンに対するアメリカ国民からの生ぬるいという受け止め方が改善された。 ウィリアム・サファイアによると、ニクソンはフルシチョフにも感銘を与えたという。サファイアは次のように述べた。抜け目のないフルシチョフは、ニクソンとの個人的な言葉の決闘から帰ってきて、この資本主義の提唱者は、強靭な精神の持ち主というだけでなく、強い意志の持ち主でもあると確信した。フルシチョフは、この討論の後、1960年の大統領選挙で、 ニクソンの敗北を招くためにできる限りのことをしたと主張した。この概要はニクソンの政治家としての地位を高め、翌年の共和党全国大会で大統領候補指名を受ける可能性を大幅に高めた。台所論争では、フルシチョフはニクソンの孫は共産主義の下で生きるだろうと主張し、ニクソンはフルシチョフの孫は自由の下で生きるだろうと主張した。 1992年のインタビューでニクソンは台所論争の時点でフルシチョフの主張が間違っていることは確信していたが自分の主張が正しいとは確信していなかったとコメントしている。ニクソンは最近のソビート連邦の崩壊に言及してフルシチョフの孫たちは自由の中で暮らしており自分の主張が本当に正しかったことが証明されたと述べた。フルシチョフの息子 セルゲイ・フルシチョフはソ連崩壊後の1991年にアメリカに移住し、1996年にはアメリカに帰化した。ありがとうございます。